明らかにした上でお願いいたします。はじめに幹事社の方からの質問をいたします。どうぞ。幹事社の毎日新聞の田中と申します。原発の再稼働について伺います。昨日大津地裁で高浜原発の3号機4号機について運転差し止めを命じる仮処分が決まりました。その中では避難計画策定を国が主導することですとか、あるいは原発の新規制基準について公共の安寧の基礎となることを考えることをためらわざるを得ないという表現で疑念を呈しています。こうした裁判所の指摘にどのように対応されますでしょうか。また、原発について、エネルギー基本計画では重要なベースロード電源と位置づけておりますが、この計画への影響ですとか今後の原発再稼働に及ぼす影響についてもお願いします。原子力発電所の再稼働については高い独立性を有する原子力規制委員会が科学的技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると判断した原発のみその判断を尊重し、地元理解を得ながら再稼働を進めるというのが政府の一貫した方針であり、この方針には変わりはありません。その上で関西電力には今回の仮処分決定を受けて、さらに安全性に関する説明を尽くしていくことを期待したいと思います。そして政府としてもそのように指導していきます。避難計画については地域の実情に精通した自治体が地域ごとに策定をしますが、その過程で当初から政府がきめ細かく関与し、最終的には私が議長である原子力防災会議で了承しています。国が前面に立って自治体をしっかり支援する体制により、これまで同様万全の対応を行ってまいります。また一旦策定した避難計画についても確認支援を継承して継続して行い、避難訓練の結果等も踏まえ引き続き原子力災害対策を改善強化していく考えであります。支援に乏しい我が国が経済性、そしてまた気候変動の問題に配慮をしつつ、エネルギー供給の安定性を確保するためには原子力は欠かすことはできません。もちろん依存度はできる限り低減させてまいります。いずれにせよ安全性確保が最優先であり、また国民の信頼回復が何よりも重要であります。国民の皆様への真摯で十分な説明に業者の皆さんも政府もできる限り努力していくべきであると考えています。それでは幹事社の方もいらっしゃ、幹事社の TBS の岩田です。被災地特に福島県の復興について伺います。原発事故で設定をされました居住